おはようございます。赤月です。今朝も元気に大阪城。このアプリ気に入ってしまってね、これリアルじゃないですからね。これね、目丸っこくなるしね、全体的に可愛くなるんですよ。だからリアルは別人ね、信用しないでね。昨日バンがね、回復して、それについてコメントいただいてありがとうございます。そのコメントのお返事はね、次の動画でねお話したいと思います。先にね、加代まりのさんがね、ヨギさんのバー行ってるんですよ。すごいね、加代まりのさん。イメージアップ作戦。なんか、最近、ヨギさんのエデンに、選挙演説の後ろでなんかエロ画像を流した人とかね、で、整形なんとかチャンネルさんとかね、お詫びに来てる動画が続いてたんですよ。ほんで、今日は、昨日か、加代まりのさんが、来て、で、ヨギさん、ニコニコ。ヨギさんも綺麗な人来たら、鼻の下伸ばしてね、加代まりのさんは大歓迎いう感じですよね。だから加代まりのさんってなかなかすごいなと思って。普通さ、自分の彼氏と、仲悪い子、しょっちゅう毎日悪口言ってる人のバーとか行けます？まあもともとね、なんかそのコナンになる前のエデンには行かれたことがあるそうなんですけどね。まあ加代まりのさん、それとですよ、加代まりのさんといえば例のパンフレット嫌がらせ事件の首謀者として知財さんに名指しで、なんか知財ノートに告発されてて、それを加代まりのさんは刑事告発しはりましたよね。してないと。あ、それはちゃうか。刑事告発したのは、殺人予告の方やったかな。なんかそれだけ毅然としてはるわけですよ。まあ私はその加代まりのさんがそんなちまちましたことねするとは思ってないんですが、でもまあ N 国内のどなたかの組織犯罪やとは思ってます。でないとね、いくら N 国審判や言ったってね、そんな真っ昼間からそんな忙しいね、頻繁に、しかも大量に、それでも一人じゃなしに、エラテンさんのほか敵対する勢力、過去の高槻市議さんからすっごい要請いますからね、そんなことやってられないと思うわけですよ。でもだから加代まりのさんはそう言って敵陣に行ってもニコニコできる人なんですよね。なんか普通の女性じゃないな。女性の感覚やったら好きな彼氏とね、敵対してる人のバーなんか行きませんよね。もう一緒のように敵意の目でね、グッと見るはずですよね。それがニコニコシャンパン開けてイエーイですよ。すごいなと思いました。それとね、なんとかの猫女神さん、復活した方ね、ちょっと見てみたんですよ。見学ね、だから一応私、なんか挨拶はしたいので、しばし見学でね、ちょっと残してきたんやけども、あの方もすごいですよね。だから、平塚さんに顔知られてるわけじゃないですか。それでいて、何やったっけ、前橋さんの悪口を延々とされて、延々って、今の動画はどうなんやろ、分からへんけど、なんか最後の辺で、なんか、ゲドモノ食いとかね。言って、すいません、前橋です。思わず笑ってしまったんやけども、ちょっとギャグ入ってるとは思ったんですけどね。まあ、それも相当な心臓ですよね。顔知られてんのに、そんなんやるっていう。だから、N 神って、もう、どういう根性あんな要戦は思いながらね。まあ、もう二度とバンみたいにならないようにね、見学だけにしときます。あちこちね、行って。それと今日、何やったか、なんか言おう思ってんやけど、また忘れたんで、また、これから、一つのテーマで一つの動画で していく方針なので、また、よろしくお願いします。よろしかったら、赤月チャンネル登録、高評価ボタンもよろしくお願いします。